サイラさん、今週の一冊お願いします。はい、今週の一冊はちょっと久しぶりですね。最近でもあんまり読まれてない気がするな。開口、これみんなさ、開口健って読んでるじゃない。たけし。そう、開口たけしなんだよね。健康の健で、うん、はい。で、これはね、書き下ろしの長編小説なんですけど、開口さんが、従軍記者、ね、日本からの従軍記者の形でベトナム戦に取材に行ってるの。実際行ってますからね。その時のことを書いたお話で、クライマックスではですね、何人だっけ、本当に20人とかいて、4、5人しか生き残らなかったっていうような大激戦に巻き込まれちゃうのよ、従軍記者で、うん、っていうようなところがクライマックスになっているお話なんだけど、海子さんって不思議で、東京にいる時は本当に苦しそうなんだけど、こうやって海外で魚釣ったりさ、従軍記者になったりするとすごい生き生きするんだよね。あの魚釣ってる超有名な、そう、オーパーね、オーパー超面白いですよね、うん、そう、面白い。なので、その伸び伸びした海溝さんがいるこの輝ける闇、ただもうさすがにベトナム戦争の頃の話なんで、うん、ほぼもう最近みんなが誰でも手に取るっていう本ではないんだけど、うん、読めばすごく面白いし、うわ、戦争の現場ってこういう感じなんだっていうのがよくわかるので、おすすめですね。輝ける闇、海溝たけしさん、懐かしいな。海溝さんはすごいです。でもちょっとイラさんに近いところありますよね。コピーとかもともとそっちやってたりとか。そうだね、あのサントリーのコピー書いてたんだよね、抜群に文章うまいし、うん、で教養もあるしね、うん、まあでも不思議な人だったな、うん、結構若くしてね、うん、亡くなっちゃったのが残念ですよね。そうそうそう、うん、酒もかなり飲むみたいなね、うん、なあ、でも辛そうな人生だったな、うん、なんかダメなんだって、日本だとダメ、うん、あとものすごく散文を書くのにプレッシャーを感じる人だったんだよね、文章を書くのに。だからこういう特殊な素材だったり、あ、確かにフィッシングのあのエッセイとかだと軽やかですごく滑らかな文章なんだけど、小説になると途端にカチカチになるの。へ、それを乗り越えて書くんで、その輝ける闇は小説でしたっけ。これ小説でもほとんどもうその自分自体で、そう、従軍エッセイみたいな時もあるんだよね、従軍エッセイも書いてるし、うん、そのさっきの何十人の中で生き残ったのは 実話なんですよ、ね、そう、実話だからもう混ざってますよね、うん、その作品自体が抜群に面白い。いや、面白いですよ、うん、面白いけど、でも本当にちょっとみんな、海子さんもみんなで読んでほしいな、輝ける闇。それではまた来週お目にお耳にかかりましょう。はい、おやすみなさい。